はい、こんにちは。もーちゃんの前原です。12月はですね、前原栄心くんの誕生日の月でございますね。それで、まぁ、ちょっといつかは公表はしてないんですけれども、所属事務所のウムさんからですね、栄心くんに誕生日プレゼントがこんな大きな箱で届きましたので、今日はですね、こちら開けていきたいなと思いますね。はい。何が入ってんだろうね。じゃあ早速オープン。はい。いいよ、ゆっくりじゃあ。まあ多分ね、この中にさらに袋が入ってると思うんだよ、ね、だからこの大きさではないと思うから、それだけくれぐれもご注意くださいね。はい、おっ、おや、本当に袋入ってる。あ、こういう、あ、その中に袋が、あ、手紙入ってる。手紙、あ、よかった。おっ、おっ、はっはは、って書いてある、この、どうぞ。ちょっとごめん、なんだろうね。おっ、おお、アイコンのポップみたいになってんだ。あ、裏側にメッセージが。いいね、こういうのね。これ、この裏にですね、メッセージが書いてありましたね。はい、じゃあ、どうぞ、開けてください、はい。じゃあ、とりあえずこれを。そうだね、ほどいて。しらっとだけど、パコン何が入ってるか全く知らないです。うん。しゅわしゅわ、よしよし。開けるよ、開けるよ。はい、開けてください。ここ真ん中からシュッて開いてね。うん、せーの、シュッ。はい、さあ、まずは、うん、じゃん。お、 T シャツ。え、 T シャツ、服だ。あ、本当だ、服、うん、電池が入ってる。え、どういうこと、電池が入ってんの、服に。EL パネルの外し方って書いてある。なんだろうこれ、何、光る T シャツ。そんなのあんの。すごいじゃん。はい、じゃあ次いきます。せーの、ドン。あれだ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 れ、ヘルクレス王冠と部品はすべて金属、足や羽などが動かせるソフトアルミで曲げられるんだって。あるね、よくね、こういうね、メタルのプラモデルだ。うん、あ、これ結構難しいんじゃないの。あ、ナットとか入ってるらしいからね。あ、でも科学と学研プレゼンツの学研のやつだ。うん、あ、だったらできるのかな。うん、これ作らせていただきます。ありがとうございます。そうだね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあちょっとこれ開けてみようか。開けてみようかね、ちょっと気になるね、これね、光る T シャツ、電池が入ってること自体がまずおかしいんだけどね。じゃんじゃんじゃん、え、あれ、なんかいつもと様子が違う。お、お、これ内側に電池カバーがあるみたいね。内側、うこれだ、 あった、電池、電池ボックス。入れてみる。うん、鍵、うん、鍵、これこうやってセットして、セットして、これロック。じゃあこれで、これちょっとこの状態で、あ、電池が、スイッチあるでしょ、スイッチパパやるから、えちゃんこれ持ってな。うん、はい、じゃあ電源入れてみるね。とりゃ、あ、お、あ、これすごい、音に反応して光る。え、あ、本当だ、だから、あ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 、すごいすごい、え、すごいじゃん。青い部分が、例えば小さい声で言うと下の方で、でも上行く、あ、でっかい声だと、あ、すごい、すごい、すごい、こんな T シャツあるの。こりゃ、すごいハイテクな T シャツをいただきましたね、しんくんね。赤の方も一応光ってる。あ、本当に、あ、でもこれでもあれだね、赤になると音割れしてるから気をつけてね。すごいね、これは初めてです、こんな。よかったですね、しんくん。ありがとうございます。これもありがとうございます。はい、こっちは使わせていただきます。そうだね。うん、これはすごい。はい、で、今日の動画はですね、多分、うん、結構緩めだったので、うん、要所要所で、えいしんくんの小さい頃からの動画、多分流してると思いますんで、はい。はい、こんなにえいしんくん大きくなりました。うん、10歳になりますね。はい。いやー、よく大きくなった。よく大きくなったよ。
ほんとちっちゃくてね、これ。それくらい。ちっちゃくてね。それは犬の赤ちゃんの時代だよ。こんなちっちゃくないか。うん、これぐらいだったね。うん、でもほんとにね。これぐらいだった。あ、でもね。ヨシン君、ちっちゃくね、生まれてきたから。うん、今ではこんなに大きくなってね。でもお腹の中はね、これくらいだよ。卵くらい、ね。最初の頃はね、うん。はい。はい、そんなわけでですね、なんとヨシン君、頑張って、1時間くらいかな、うん、頑張って作っちゃいました。はい。すごい、ちょっと見てみようか。こんな感じだね。すごいね。そう、こういう触角とかはもともと縦になってたんだけど、うん、この道具で曲げた、うん、あ、そうなの？そう、力ずくで？そう、ここにへこみがあって、うん、スコッて入れて、うん、グイッてやると曲げられます。そしてちょっと面白いなと思ったのが、この毛の部分がバネ。そう、バネなんだね。そう、バネで再現されてる。しかもこういうのとか、うん、ちゃんと顔もちゃんと胸も、うん、頭も動かせるのね。足も動かせます。おお、よかったね。羽も開きます。おお、すごいじゃん、うん、素晴らしいものができましたね、うん、よかったね。しかもエイシン君でも組み立てることができました。はい。それでね、パパとママからもですね、プレゼントこれあげてましたね。うん、はい。こりゃすごい。これもなんかこう同じ、これと似てるんだけど。そう、でもラジコンだね。そう、ラジコン。ラジコンなのかな。ラジコンだよ。戦わせるやつね、これね。そうそうそう、うん、ヘラクレスとギラファ、うん、はい、じゃあエイシン君、そんなわけで10歳おめでとう。ありがとうおめでとうね、うん、よく大きくなった、ここまで、はい、大きくなったわ。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか、エイシン君おめでとうと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。